よいしょ、58レベル。ああ、始まり始まり。今が、エル王国のエル大陸、集落ね。エルリア、まあとにかく、びっくりマークに沿っていけば、場所はわかるでしょう。こっちか。こっちですかね。さあ、ひとまず始めたいというか、ひとまずストーリーを進む。あーっと、危ない危ない。あ、ここがもう、あれ大陸、え、ボス行くのか、ほんまっすか。エルリアタワー、じゃあ行きましょう。エルリアタワーへレッツゴー。ここが、なんてこと、どうしてこんな、クロード、どうしてこんな建物、建物が未来なのかな。ペンダントが、まさか、そうそう、ダメだ、ここでグズグズしてはいられない。あ、これ、え、なに、建物自体が隕石っていう捉え方なのかな。どうなんですかね。まあ、レッツゴー。 ID カードを入れてく。お、 ID カードに、みんな不思議に思わんのかな。クロード君が ID カードがっつり普通に使ってる。え、さて、ダンジョン、これダンジョン、ダンジョンではないのかな、わかんないけど。お、なんかこれ見よがしに。ライトクロスとか、アクセサリーか。お、ちょっとでも強くなるのはありがたいよね。さて、これは、そっちそっちか。おお。何が？これでも、あえてレオンくんをさ、レオン仲間にせんかったけど、誰か違う子仲間になってくれるんかな？どうなんすかね？スチールヘル。やったわ！なんか徐々に徐々に強くなってくな。メテオリングってなんか装備つけてました？つけてるな。プラスの方つけてるじゃん。じゃあ、いっか。え？あー。なんだこれ。五、一、九。ガラスでできた兵士像。三、四。うわ、なんかこれ、あるから。うわー、なんか謎解きありそう。やめて。謎解きはきつい。あー、わかんないよ、謎解き。簡単なにしてね、あっても。さあ、オーバーテクノロジー。ああ、そうだね。そのオーバーテクノロジーっていう表現が一番しっくりくるね。あ、な、え、なに？え？避けたのに。ミキさん来いから向かってくると思わなかったな。HP 持続回復なやつもある。ちょっと待って、ちょっと待って、駅ボスにしよう。よしよし、ボスじゃないのかと、リュウ君肩、みんな大丈夫？あ、大丈夫じゃなさそう。行くわ。あ、ごめん間違えた。ちょっと待ってね、大丈夫ぞ。ナイスブレイク。あぶねー、強いというか硬い。敵弱いんじゃないですか。
弱くないのかな。やっぱり戦わないと BP とか SP とか稼げないからかな。スキル系が全然まだまだ全然強くないのかな自分が。あー強い80点あーそんなにもないかも。うわめっちゃ経験取れる。青すぎ。なんか装備品くれた。装備しないってことは弱いのか。え強いよ。あーでもなんかめっちゃ下がる。 STM STM ってなんだっけな。調べるの忘れてた。チュートリアル載ってたっけ。バトルの基本、出てないのある。バトル出てないのあるじゃないですか。もうああだ持久力戦闘終了時の。あああんまりいらないな。これあとガッツ戦闘不能回避みたいな書いてあったけど結構重要なんかもな。あれなんかこれ横が言ってるけどいいのかな。宝箱あげたら敵がめっちゃ出るけど、あちょっともう、まあ、戦ってもいいけど経験値いっぱいあるし、なんか。ナイスナイス。あの子の混ぜだ。あれだっけ、まあまあだね、テリーヌさんとかレナさんとかメリチさんとかね、常にこう名前発していかないと。名前もうね、キャラが多すぎて名前が覚えないんですよね本当に。ちょっと待ってください。さっきのあの子はサルト、フェイトだ。フェイトグランドオーダーじゃないけどフェイトだ。はいはい。え、これもう下に行くの。ああちょっと待って、やっぱりもうビックリマーク目指していった方がいいか。あとでまた来たくないし、まずビックリマークを目指します。その方が効率がいい気がします。あっちか。さてこれでも3匹おるけど重なってくんないからな。もう弱いから自分より、自分より弱いとチェインみたいなの死ぬんないんですよね。でも自分より弱いくせになんかえらい硬いんですよねこの子たち。よし、なんか怒られてましたよベルちゃん。エナさんレベルアップ、ナイス。秘密の言葉を述べよ。え、あ、悟空三地って書いてあったよね。そういうことか。も、の、ものし、最後は9じゃろ、じゃろ。ほら、あー、覚えなきゃいけんのか。ちょっと待ってね。悟空三四だけ。あーだけ両サイドに行くのはそういうことか。あーこれは探さなきゃいけないな。これボス戦、ボス系だな。バックアタックなら楽だし。よし、やってきた。ナイス。やっぱりそう、さっきフェイトは名前見たけどずっと疲れとったあの子の名前忘れてしまった。結局なんか名前がすぐ忘れちゃう、すぐ忘れちゃう。名前何。レティシア、レティシアだ。レティシア先生だ。よし、あーあっちもあげないとな。レティシアさんね。はい、これでちょっと文字探しと文字覚えていかないとな。紙に書いちゃってもいいけど
ああ、邪魔。どういうこと？よし、ウェイク。お、二度目の、お、ブレイク。よし、連撃してくれたわ。いいですよ。弱い割に経験値めっちゃくれますよね。なんなんだろう、理由はわかんないけど。おお、急に意外に敵が落としてくれるんだ。うわ、三四だ、白くですね。うわ、こっちにあるかな。あ、どっちかでもいいんだ。多分あっちに行けるやつでしょ。なんとか白くあのびっくりマークのところには暗号が書いてあるのかな。この辺はね、多分弱いんでね、 A ボタン連打でいいんですけどね。ていうかウェルちゃんさ、すごい MP 使うね。ウェルちゃんどうしたの一体。でセリーヌさんはセリーヌさんで技全然してくれんし、で何より技が弱いし。あ、アテナマークがあるんか。ももなんとか白く、もの白く、もうもうしもうあとは別にやらんでもいいけどね。実はまあ一応やろうかな。一応やってみようかしら。あ、ごめんなさい。違います。 LR をミスりました。よし、気が弱けりゃなんとかこの戦い方でもな。でもこうやって考えると序盤の頃にあったあのなんかあったじゃない、序盤になんか、あ、そうそう、敵に攻撃が食らわない、この攻撃属性じゃないとダメみたいな、そういうのが後半はなくなってるからまだいいけどね。で、もう白く、もう白く、もうなんとか白く、ラグナロクじゃないし、もう白く、なんだろう。まあ、あとはもう当てはめていけばいいだけなんだけど。まあ、いいか。よし。いやー、まあ、この辺のね、敵はね、さすがにね。よし。あなたがみんなレベル上がっていいな。また。あ、どういたいた。目視録。ああ、目視録ね。ラグナロクだと、なんか似たような、ラグナロクに似たようなあれだなと思ったら、目視録だ。文字的にはちょっと似てたな。目視録ね。はい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 、わかりましたよ。不穏な。不穏なあれだな、不穏な言葉だよ。さあ、目視録、なんかでかい画面でやったらもうでかい画面でやっぱりやりたくなっちゃうんだな、ゲームって。手軽にできるスイッチとかの方が好きっちゃ好きだけど、でかいのはでかいのでやっぱり見やすくて面白い。
バック。あえてバックです。楽じゃないですね。よし、えー、おー強い強い強い、おー強い強い強い、あ、あれ空振っちゃった。いいですね。もうこれ相手敵全員白いんで、もう全然大丈夫ですね。え、いけるじゃん。え、なんなんこれ。あ、ちょっと待って、なんか嫌だな。あとあと、わーいみたいになりたくないし。秘密の言葉を言わなげる。お、く、し、ら、目視録、それは絶対的不変な運命。ああ、やっぱりあぶねー、なわけないよな。だって絶対いるよな。さて、もうこのままちょっとレベル上げせずにボスまで行きたいっすね。こうなってくると、下にも行ける？なんだ？宝箱かな？もしかしたら。嘘。敵も何もおらない、まっすぐ出ない。え？はい。え、本当に何もない。え？え、ぐ、びっくり、本当に何もないじゃないですか。え、なんか隠しとかあんのかな。いや、さすがに何もなさすぎません？後々来るとかかな。まあいいや、レッツゴーカードキー。よし、これ絶対近代文明じゃん。え、クロードさん、お、なんだ、ねえクロード、え、いや、でもどうしたの。いればいいじゃん、クロード。いや、そのねえ、レナ。よくわからないけど。そういうことか。そう。それであっちの奥なんもなかったもんな。怪しさ満点だったよな。なんもないんだもん。そういうことね。二度寝は。すっごい二度寝は。やめてくださいよ。ここは？え？レナ。喋った。通信機からが。こちらカルロス。認識。座標確認。探査員一。クロード。え？転送10秒。なんだって。え？誰か来るの？つまずい。クロード。来ちゃダメだ。あ？何？ああ！すぐに、すぐに戻ってくれ。戻る？どこに行くの？俺らさ、一緒に行っちゃえよ。あら、クロード、クロード、クロード、待ってるから。優しい。父さん、ああ、クロード、強制転送だなんて、なんて無茶なことを。他の人が巻き込まれたらどうするつもりだったんだよ。助けてくれたのに。ああ、すまない。まあまあ、クロード、提督もお前を助けたかったがためにも。それは分かっていきなり
消えてしまったので我々も心配している。はい。まあ異常はなさそうだが念のために後で聞く。ちょっと待ってください。話は後で聞く。待ってお父さん、僕はここにいるわけにはいかないんだ。お願いだから僕をエクスペルに戻してくれ。エクスペル、エクスペル、僕は今までいたわ。何を言ってるんだ。下の惑星は未開惑星だ。そんなことは関係ない。僕の友達。落ち着け、クロード。お前だって士官学校で習ってた。お願いだ父さん。クロードが、クロードが叫んだ。クロード少尉、一度ブリッジに戻るぞ。父さん、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 行こう。いやいや、父さん、どうすんだよ、クロード。しかし、運が良かったな、クロード。アルクラ星系の特殊な高エネルギー体が、アルクラ星系の周囲を7000年レベルの周期で回っているのさ。ああ。我々は。高エネルギー体。え、どうすんの？ポーリン、置き去りよ、みんな。クロード君。テト君、第4惑星が急速に軌道を変え、例のエネルギー体に向かって移動を始めます。なんだと？え？クロード氏、勝利。そうか、上なの。え？惑星が？どうだ。落ち着け、クロード。仮にも連邦軍士官。テト君、リス。何？リスペ。複雑の軌道が重なるのは時間の問題だ。ああ、高エネルギー体のエネルギーランクはクラス。どうしてこんな。クロード、これもソーサリーグローブの影響。父さん、今す正気か。お前の気、衝突までなら、ダメだクロード。それじゃあ、なんとか行く。もはや衝突を避けることは。クロード、せめて別れの言葉くらいは言わせて。父さんだって昔、大切な仲間たちと戦ったって言ってたじゃないか。わかるだろう。それでお前が納得できるという。これ本当にロリンキス。誤差修正。70分もあれば5分後の再転送でここに戻る。分かった。しばらく見ないうちに。そうかな。時間がない。急げ、急ぐんだ。クロード、お前戻らん気だろ。でも強制転送されるんじゃもんね。僕の居場所はあそこにあるんだ。え？クロード。レナ、もう2時間にもなるよ。もしかして2時間も、2時間もみんな待ってくれた。優しい。クロード、クロード。心配かけて。いや、違うんです。いつも違うんです。強制なんです。ごめん。もう早くここを。説明している暇はないんだ。なんだかよくわかりませんけど。あ、あ、さあ、クロード、まさか。ああ、通信機ね。おいおい、クロード。レナ、おかえり。クロード、お前マジかよ、クロード。
親父、お母ちゃまとお父ちゃまに会えないよ。5分経った。よし。なぜだ、帝都君。何？通信機を体から離したと。しまった。今すぐ保安部員を交換。ですが、エネルギリギリまで探すんだ。落ち着くんだ。確かに衝突するまでの時間は60分もあるかもしれん。だが、それよりも早く高エネルギー体の重力に引かれて惑星が崩壊する。お前個人のわがままのために。そうだぞ、提督だろ。苦しいところを見せて。どうすんの。いや、ちょっと待って。もはや惑星が滅ぶかどうかの瀬戸際になっちゃってますよね。なんでやねん、さっきおらへんかったやんけ。戦いまへんよ。レベルは十分に高いはずですからね。よし、ここを離れて。でもどこに、宇宙に逃げるとか、もしかしてその可能性あるよな、宇宙逃げ。さあどうだ。お前は、何回もボコボコにしてやったのに。あ、強制負けイベント。まさか運。死ぬの敵だ、覚悟しろ。どうしろ。舐めるなよ。よし、行く。お前なんか。あ、出た。また。いや、ちょっと待って、これどうなの。終わった。前回一手になったからね。よし、エディティア、エッチちゃん、エッチちゃんよろしく。エッチちゃん、はい、よし、いらっしゃい。え、もう MP がない。MP がないのが早い。ブラックリー、OK、ブラックリー、よし。なんか届いてない。攻撃が届いてなかった気がする。よし、ブレイク、戻して。はい。よし、届いてない、やっぱり。ブルーベリーじゃない、ブラックリー、ブラックリー。よし、またフェーンだ。と、チップ。おりゃ。よし、ブレイ。エティシア来てくれ。そうだよな。イージーだもんな。イージーだもん。当てなきゃおかしいよね。11万プラスエメラルドリングって MP 回復じゃないですかね。これやば。11万、すごっ。すごっ。ベルちゃん、レナちゃん、セリーヌさん、アシュトン君のプリちゃん、プリシス。やっぱレティシアとフェイトが強い。まさかここまで強くなっていようとは。あ、面白いけどね。あれがボス戦。びっくりした。今アイストップ。なんか、いや、あの敵何の意味がある。あの敵何の意味がある。
これ、なんだ、この両サイドは結局、なんだ？だっておかしくない？ねえ、まあ宝箱、あっても宝箱ぐらいかなと思ってる。それで、あの上に居る敵って何すか？もしかしてあれか？あそこエレベーターになった。あ、これよっ、あ、当たっちゃった。当たっちゃったからあれだけど、よくよく見たら坂になってた。そろそろスキルも上げないとな。ベイク。弱すぎるわけではないけど、よし、念願の60レベルまではいったから、こっからっすね。これはこの先は、いや、あの敵は一体何だ。結晶化させた木、一つだけのはずだ。クオドラ、うわ、誰？急になんか敵がめっちゃ出てきた。え？結晶化？誰だ？クロード。おいおいおい。動くなと言ったはず。我々の言葉が理解できないわけでは。自由の力だと？てめえ、ネーデ人か？アニ、ネーデ人って。まあ、レナちゃんも異世界人だと思ったけど。違う惑星の。一体何を言っているんだ？やれやれ、本当に野蛮ですね。未開惑星の人間は。なんだこいつさ、こいつらは。いや、わしが見たところ、この少年はエクスペルの人間ではないぞ。おそらくは地球人じゃ。このおっさん、目がめっちゃある。地球人。それは失礼。そんなことは知らん。何、わけわかんないこと。地球人クロード。わかるはずもないか。ならば教えてやろう。その少年は、その少年はエクスペル人ではない。別の星のに。別の。そうじゃ。お前たちがただの光と思っている星々には様々な生物が住んでおる。それは地球しかり、エクスペルしかり。我々と同じネーデ人だ。うん。何？エルリアを滅ぼしたのに。我々の目的などお前が知る必要はない。いや、もうみんななんかロボコップみたいな。ロボコップ見たことないけど。それにもう遅いんだよ。すでにこの星はネーデとの衝突コースに入っちまった。目的を知ったところでおめえやない。あれ、え、じゃあ今来とる惑星エネルギーがネーデってこと？どうしてそんなこと。誰？何がおかしい。下等生物らしい浅はかな考えだと思ってな。あやれ。こんな辺境の星一つ破滅させて何になる。これは銀河征服。かっこいい。貴様らのよう。
なんかあと一人喋ってないやついるよ。あ、まだ二人ぐらいおる。まもなくこの星はネーデと衝突する。絶対お前がボスだ。なぜだ。この星が最もネーデとの周期軌道に接近する惑星クオドラティックスイ。お主たちの世界で操作。しかしまさかこの星にクオドラティックキーまであるとは思わなかった。他に。あなたたちがさっきから言っている、君たちがエナジーストーンと呼んでいる紋章石を結晶化したものですよ。はあはあ。君も首から。これが。ネーデ人である貴様が持っていても不思議ではあるまい。ネーデ人だけ。もういいだろう。そうはさせない、うん、お前たちを倒したい。残念だ。我々を倒しても、ええ、もはやエクスペルの軌道は変わらない。しかも多分この数じゃ勝てんで。そんなの黒田君やってみな。バカなやつ。どうしても死にたいよ。え、やるの。苦しまないように殺してやるのがせめてもの情けか。そんな顔して全然喋らなかったね、さっきまで。ここは私に任せてもらおうか。あら、私は十賢者が一人メタトロン。十賢者。私と相まみえることを誇りに思うがいい。メタトロン、ペルソナですか。あれ、自由におるってこと。めっちゃ、え、これ負け戦かな、どっちだろう。真剣にやるけど、負け戦ならアイテム使いたくない。負け戦だ、食らわないもん。あ、でもなんか、負け戦はやりたくないんだよな。全然何も食らってない。え、これ何これ。え、負け戦ならもう負けようかな、めんどくさいし。どう考えても負け戦だよな。あ、時間イベントだったか。なかなか。しかし、待てよ、1、2、3、4。ここまで来ればあとは我々の力でネーデまでテレポートできる。やっぱり一人喋ってなくない。え、全員喋った。全員喋りました。まずい、軌道をずらすんだ、クロード。どうにかできないかい。うわ、がっつり来た。え、うわ、やばい、ネーデっていう星か。ある高エネルギー体じゃなくて、え、なんだ、星。ああ、え、どうなるんだこれ。めっちゃ映像綺麗。え、どうなるの、何今の。クロニキス。あ、私は10億もの人間とクロード。しかし今のは異常事態とは言い、そのご質。それにこの区域は未探査区域だった。カーツマン、クロードは自分の意志で降りていった。あいつは戻ってきた。そっか。そして10億の人間を救う方。クソ、科学とはなんて無力な。そうでもないでしょう。うまくいったようだな。我々はネーデにも。あ？だが、あの虫けらどもも一緒。それは仕方がない。あの場所にいたのだ。どうする？やるか？放っておけ。確かにな。お？気になるのはネーデ人の少女ですね。なぜあの。わからん。今のネーデから外部に出ることは事実上不可能だ。まあ小娘一人のことだ。俺らにとっ
すべては計画通りということ。そうだね。ですが、油断は？すべてはこれから。うん。壮大になってきたな、ラシは。どこだろう。どこだここ。あれ、ノータ。色味が、色味でわからなかったよ。クロード。レナさんはいる。あ、みんないる。ねえ、ここ。僕も、まさか、天国なんかじゃん。ここはネーネの外壁楽園と呼ばれるところよ。なんで知ってんの？なんだって？レナ。大丈夫です。大丈夫。こっちよ。あ？レナ。わからないの。それって、レナがね。それもよくわからない。でも、ここの空気に触れていると、心が落ち着くの。だからここはきっと。そういえばクロード、あなたも、他の星の人って。僕は、突発的な事故に遭遇して、他の星から、そして神話の森で、そうね。まっか。エクスペルの人じゃなくたって、クロードは。それがプリーちゃん。ありがとう。いつまでもここにじっとしてても。ところで、おそらく無事ってことはないな。大丈夫。きっとゲン。レナ。きっとそうよ。うん。そうだね。その。うん。うん。あれは浮いてる。何かの装置に。中にお入りください。え？誰だ？怪しいものではありません。絶対怪しいやん。とにかくそのトランスポート。そう言われても。行ってみましょう。レノン。大丈夫？この声は信じてもいい。そんな気がするの。汗。まあ、レナがそこまで言うんでしたら信用してもいいかしらね。よし、行ってみよう。行ってみようかじゃあ。てかディアスとか死んだ。ここは？レオン君置いてきちゃったよな。なんか変なと。とにかく。ここでよ。あ、これリオン君置いてた方が良かったかもしれん。やっぱり。ここでよ。ねえ。驚くことにセーブポイントも何もない。後ろにも特になし。お待ちしておりました。あなたは？はい。あなた方をここへ招き入れたのは私。セントラルシ…ここは、ネーデじゃ…ネーデですよ。あなた方がなぜ…わかりません。僕たちは、エルリアの塔で…おそらく、あなた方は、彼らがネーデへ飛ぶ際に巻き込まれる形で、ここに飛ばされたのでしょう。ああ一体彼らは何者なんですか？彼らは神の十賢者と呼ばれる者たちです。ネーデは今から37億年前一つのでしたって、うん、今は忘れじゃない。37億35億じゃなくてブルゾンチームじゃないのかい。今のネーデは惑星ではないのですよ。高エネルギーのフィールドに覆われた人工の惑星、それが現在のネーデ、エナジーネーデなのです。
はあはあはあ、高エネルギーの父さんは高エネルギー体と呼んでいたんだ。ああ。37億年前といえば、いまだエクスペルは宇宙に存在していなかった時代です。その当時ネーデは、宇宙でも比類する星がないほど高度な魔法科学を持った惑星でした。おお。そのため、銀河系のあらゆる惑星が、しかしそれは強制的なものではなく、お互いが共存し合う。しかし、そのような世界でも、それが神の十賢者と名乗る者たちでした。ああ、一応ありがとう。惑星間の共存ではなく、銀河全体の支配を望む十人の恐るべき狂信者たちは、強大な彼らの攻撃を受け、ネーデの主要都市は、彼らは自分たちに従わない人々を全て待って、ネーデ軍も総力を結集して対抗したのですが、彼らの力は強大で、とても邪悪なものです。めちゃ強いじゃん。しかし、彼らの暴挙は、ネーデ軍は最後の力を、そして何週間にも及ぶ死闘、ネーデの人々は彼らを処罰するために、エタニティスペースと呼ばれる、一度入ったら二度と出ることができない特殊空間の牢に封じ込めました。そこで殺しとかなかったんだね。戦いはネーデ軍が勝利したのです。しかしこの戦いを経て、ネーデ人は自らの持つ絶大な力、たとえその気がなかったとしても、我々は全宇宙を支配するだけの感、もし再び十賢者のようなものが、それは誰も望まないことでした。そこで長、それは自らの進化とネーデの力の封印です。惑星ネーデはネーデ人自らの手で破壊されました。ネーデ人はすべて高エネルギー体の中に作られた居住区、エナジーネーデを覆うエネルギー体は、外界とネーデの行き来を禁じる。そしてネーデは外の世界と断絶します。あとは皆さんのご覧になった通りです。エタニティスペースに封じ込め、銀河に放逐したはずの彼らがどのようにして脱出し、エクスペルにたどり着いたかは分かりません。それが、はい、強大な力を持つガブリエルをリーダーとし、知略に長けたルシフェルが参謀を務めます。安全に神話の奴らじゃん。名前ミカエル以下8人の配下が付き従っています。恐るべき狂信者たちです。詳しくは図書館にあるデータベースを参照していただければ。あなたたちは彼らがここ、はい、エクスペルが、それで僕たち、あなた方に、どういうこと。十賢者は今このエナジーネーデで銀河支配のための準備を進めています。しかしそれは、そうです、それに我々と十賢者の地、異質ね。私たちがここにいる以上やるしかない。ちゃちゃいっと、イエス。うん、ありがとうございます。え、エクスペルどうなった。時間がありません。あなた方、何をすれば。最初になすべきことは、トランスポートを使えば。あれは主要施設に設置してあるだけです。本来の移動手段にはサイナードという、ああ、行きたな、竜だ。セントラルシティを出て北に行くとノースシティという町があります。そこで訪ねてもらえれば、サイナードの飼育場、ホームはすぐ見つかるでしょう。わかりました。じゃあ早速ノースシティに行こう。 OK です、 OK です。
あなただけにお話がある。え？はい。これクロード編だからレナさん編の会話は多分ここで聞けないんだろうな。何を？僕たちが、そうだけど、レナは今本当の自分自身と立ち向く。クロード。すみません、お待たせしてしまったよう。いえ、そんな。では、私は。ごめんね。うん、レナ。なに？いや、私は。レナ。大丈夫？進みましょう。ああ、最初はノースシティでしたわね。そうですね。セントラルシティを出て北の方角にあるんだって北の方角。さて、どっちからでも出れるってことは、あ、受付？ここ、ここ市長なんだ、あの人。それは朝じゃないよ。さっき言ってた市長がどうって。さてと、外は、え？ちょっと待ってくださいね。え？なんか場所？ああ、まだ階段あったんだ。まだ階段あったんですね。特に何もないね。宝箱がある可能性は否定できないけど、まあいいや、それは。あ、いやー、どっかで手に入れる。なんかスターオーシャンってやっぱりあれだよね、宇宙系の話だから壮大だね。銀河を滑るみたいな感じで。武器でも手に入ればいいな。今、魚釣りとか言って言うた。どこですよ。十賢者がどうって言っても、十賢者偉い若く見えたけど。よし、ちょっと待てよ。キリがいいから、ひとまずここで終わっておきますか。いや、広、え、ビルじゃん。え、もうちょっとなんか野原のなんかそんな感じかと思ったら、めちゃくちゃし近代文明だった。びっくりした。ちょっと待ってくださいね。ああ、調べて、すごっ。え、そうなの、色あせてんのこれで。すごいけど。よーし、切りがいい。ステイ。いやー、楽しかったですね、今日もね。ありがとうございました。